楽しい川辺は、イギリスの作家、ケネス・グレアムが1908年に発表した、児童文学作品。現代のザ・ウィンド・イン・ザ・ウィローズは日本語に直訳すると、柳林に吹く、風の意味であるが、日本では、英文学者の中野義男が1940年に、省略した、際の、楽しい川辺という題名が定着しており、他に、引き返るの冒険、川辺にそよ風、 川辺の愉快な仲間たちなどの題名でも出版されている。初版の表紙銀行勤めに嫌気がさして退職し、田舎に引っ越した頃のグレアムが息子のために著作したものである。当時の彼は、ただボートに乗ってブラブラするという物語にも出てくる一節の通り、テムズ川近くで過ごしていた。物語は、個性の強い4匹の小動物が登場し、緩急のつけられたミステリー、冒険、 道徳、友情の入り混じったエピソードが続く。物語は、イギリス階級社会の風刺とされ、登場する4匹の動物は、当時の階級を代表する性格を要していた。川に住む者は、上流階級であり、森に住む者は、下流階級であると考えられている。そして、登場する動物の生態にない、引きエルの道土は、上流階級、川ネズミと、アナグマは、中流階級、 そしてモグラは、下流階級というように見なされる。登場してくるのは動物ばかりではなく、脇役は人間であることが多い。1913年版のサシ絵、モールのんきなモグラ、最初に登場する。川岸の生活にやつされるものの、その生活にも次第に慣れてくる。ラッティー川辺の暮らしを愛する川ネズミ。親切で常識を持ち、のんびり屋のモグラのいい友人になる。 東度我の強いわがままでうぬぼれやの引きがえる。バジャー不愛想なアなグマ仲間たちより一回り年配で、引きがえるの父の旧友であり、そやな反面、頼りになるリーダーである森の賢者。物語の前半と後半では、主人公が異なる。前半はモグラ、後半は引きがえるが主人公である。動物界に春かきた。冬眠から覚めて、地下の自宅の大掃除をしていたモグラは、 汚れ仕事に嫌気がさして家を飛び出し、川の岸辺にやってきた。気のいい川ネズミのラッティと出会って友人になった。モグラは川べりのネズミの家で同居を始める。物語の前半では彼らの過ごす四季の生活や出会う、近隣の動物たちなどが川べりの風物と共に、牧歌的に描かれる。その近所には大きな古い屋敷があり、引き返るの若旦那が住んでいた。 物語の後半は一転してこのヒきガエルを中心に目まぐるしく展開する。ヒきガエルは陽気で付き合いのいい男だが、派手好きで飽きっぽく、次々に金のかかる道楽にはまって親から受け継いだ資産を無駄に費やし、周囲に迷惑をかける困った癖があった。その頃馬車に凝っていたヒきガエルは、ネズミとモグラに一緒に馬車で旅行に出ることを提案し、三匹は馬車で旅に出る。 しかし数日も経つと、引き返るは早くも飽きてしまい何も仕事をしなくなった。そんなある日、彼らの馬車は、街道上で自動車に煽られて横転してしまう。あと始末を押し付けられたネズミと、モグラは散々な目にあった後、ようやく家に戻ってきた。何週間か経ち、ネズミの家に穴熊が訪ねてきた。事故の後、今度は自動車に凝り出した引き返るはたちまちスピード鏡になり、 衝突事故を繰り返して、街道の暴れん坊のあだ名をつけられ、近隣の恐怖の的になっていた。旧友の息子である引きガエるを、心配した穴熊は、ネズミとモグラを助手に、引きガエるを屋敷に閉じ込めて、人格強制を試みる。しかし引きガエるは見張り当番のネズミを騙し、まんまと屋敷からの逃走に成功する。地元から立ち退いた引きガエるは、自動車を盗んで事故を起こし警察に逮捕され、 懲役20年を宣告されて投獄される。しかし同情した老役人の娘の助けで刑務所から脱走し、追跡からも危うく逃れて苦労の末に故郷に戻った引きエルは、ネズミから留守中に屋敷が森のイタチ軍団に占拠されていることを知らされる。屋敷に乗り込もうとして何度か殺されかけた引きエルで、あったがアナグマが先代から聞いていた。 秘密の抜け穴を通って丁内への侵入に成功し、油断していたいたちの軍団を追い払い屋敷を取り戻した。ヒきガエルは近隣の動物仲間を呼んで記念のパーティーを開く。その会場に現れたヒきガエルは以前とはすっかり変わっていた。様々な苦労をしてきたヒきガエルは落ち着いた。控えめな紳士になり、以後は静かに生活したのであった。古いものでは1940年に白生やし、 少年館出版部より刊行された中野義雄の小役が存在する。刊役は白林少年館の設立者であった石井桃子が1950年に永田から社より、引き返るの冒険の題名で刊行し、この訳を改定して中野訳の表題を引き継いだ、ハードカバー、楽しい川辺、引き返るの冒険が1963年に岩波書店より刊行された。 この岩波版では E.H. シェパードの挿絵を用いている。また、1992年にはグレアムの日本における著作権の保護期間が戦時加算を含めて満了し、講段社より岡本貧乏の新薬が川辺にそよ風の題名で刊行された。この新薬版ハードカバーと青い鳥文庫の旧版では、ジョン・バーニンガムの挿絵が使用されていたが、 青い鳥文庫版は1997年に改訂されパトリック・ベンソンの挿絵が新たに使用されている。また、本作を原作とするテレビアニメ、楽しいウイロータウンの放送に合わせて、講談社からは青い鳥文庫よりも低年齢層向けの単行本、川辺の愉快な仲間たちが、鈴木悦夫のわけで刊行されている。以下のように多数の映像化をはじめとする本案作品が存在する。 また、2012年より、イカボードとトード氏をベースにした、ディズニーランドのアトラクションミスター・トード・エス・ワイルド・ライドを元にした、実写映画作品が企画されていることが明らかになった。ありがとうございます。